ママさんの戦いの後です。みーちゃんも食べたらしいですね。猫らしくなったね、あんたたちね。猫だね。久しぶりに、これこれいない朝です。よいしょ。店長も一緒に寝たね。おはよう。あられもいるね。はい、おはよう店長。お前たち、はいよ君たち、朝から仲良しだね。ね、口に動くか。ちょっとね。5時10分です。ちょっと今日は方法変えてみてですね。違う方法でやってみます。というか、ママさん、早番の時にちょっとですね、むちゃちょっと邪魔しないで。はい、大丈夫です。食べるね。まーちゃんはもう、もったいなく離乳しました。まーちゃんと。むーちゃん一緒に食べる。むーちゃん一緒に食べるの。むーちゃんちょっと待って。むーちゃんこっち食べて。むーちゃんこっち食べて。こっちペロペロして。問題は。よかったですね。むちゃまだ子供、むちゃまだ可愛いね。ちょっと待って、むちゃまあげようかなんか。ちょっと待ってて。どうぞね。よいしょ。はい、いくよ。してますね、一枚に。終わりました。ご飯ですね。よいしょ。お薬と全部。よいしょ。で、うわ、なんかパンパン。よいしょ。はい、一回いる。それでおトイレ行かなきゃいけないからね。じゃあ頑張って下に自分で降りてよ。よいしょね。ママさん、ママさんは40ぐらい飲んだね。すごいね、ママさん。はい、よいしょ。はい、だね、お昼ね。かわいいな。はい。
はいはい、小梅ちゃんやめて、小梅ちゃん、小梅ちゃんもう出ちゃうよ、小梅ちゃん、はいはい、入ってて、おかえり、小次郎、キキー、小次郎、キキー、ちょっと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 チロが出ちゃったよ、ほら出ちゃうんだよ、ナイ君はな、はいはい、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 おはようございます、10月、もう10月ですね、今年もあと3ヶ月です。1日、5時55分です。午後揃ったね。はい。ちょっと人数少ないように思いますけど、ちゃっちゃっとやってます。ちょっと朝日が綺麗なんで、朝日も撮りに行きたいので、ちゃっちゃっちゃっとやってます。今日、ママさんの保育所はですね、ここは運動会で、待っててよ、早く起きてます。今週ちょっとママさん大変でした。ミルクはですね、さっきの動画の順番なんですね、もう終わっちゃってんです。またお昼も取ります。はい、太郎さん君行きます。よいしょ、はい、アイゴールちゃんか、アイゴールちゃん、太郎ちゃん、めちゃめちゃ、よいしょ、はい、エルモ、エルモ、ユリちゃん、エルモくん、あ、いたたたたた、なんだよ、コウメ、はい、ノラオくん、ノラオくん、ここなの、チビさん、チビさん、チェンジ、チビさん、はい、ご飯差し替えです。チビさん、こっち食べてます。あら、ボンスケいないじゃん、ボンスケ、ご飯してたのに、ボンスケがいない。あら、ご飯ご飯ってずっと言ってたのにね。はい、はい、これ、キキはもう例によって朝帰りです。こののご飯はなんだか不思議ですよね。チロルは薬飲んでないからまだだよ。寝ませんよ、チロル、チロルは。はい、ちょっと見回りに先に出ました。風になってますね。まあちゃん涼しいから外にいたんね。あれちゃん。はい、翔くん、翔くん2日ぶりだね。はいはい、翔くん、はいはい、あ、気になる、寝ちゃったよな。チロル薬飲んでませんよ。こちろさん、チロル入ってください。ポコもいいの、おかわり。これ食べてないよ、みんな。あ、あんた大体食ってないじゃん。よしよし、はいはい、今からおかわりするね。はい、おはよう、ゆうちゃんです。もしかしたら歯肉炎か口内炎なんで、ちょっと薬を抗生剤を今日から変えてみます。でもものすごく食べるのはゆっくりですね。でもまあちゃんと食べてるので、で実はこの前に、赤ちゃんの残りの、ロ
かなの、むつをあげてあります。4分の1ぐらい食べてますから。波ダメだね、ちょっとまだ風だね。やっぱビブラがいいかもね。はい、おかわりタイムです。翔くん3日ぶりに帰ってきます。あららら、さっちゃん、さっちゃん、こっち来る、こっち来る、どうなっちゃってんだろう。はい、キューちゃん取ったね。キューちゃんさ、キューちゃんそこに来たら食べられないんだよ。キューちゃんよ、もうちょっと、キューちゃん食べるかもしれないよ。あ、これかな、なんかよくわかんないけどチリです。でジロー、レインとマルとゴロ、え、ゴロは一体何をしてるかね。明日から行こうかな。たくさん食べれたろうちゃん。さあ、僕くん、よいしょ、じゃあ、はい、トトくん、はい、あら、レイン、ちょっと待って、はい、はい、マーク、はい、いってらっしゃい、はい、どうぞ。マルちゃんも行く？で、え、翔くん行くの？また帰ってるよ、すぐ、翔くん。早くだな。エロも出そこにちゃう。ご飯が終わった後になんかすごい、ね、涙が出るよね。もう終わってしばらくしたら涙出てないよな。グレムリンの人数が減ったらまたこいつらがグレムリンになるんだね。やだね、ギズモでいてくれよ君たち。あんたたちもすごそうだよね、なんかね。よいしょ、パパパパ、いやだね。泣いて泣いて、ご飯食べてないんだよ今日、ボンちゃん。はい、どっちを食べない。ボンちゃん食べてない。ね、
何日、本当もうあと何日、1週間ですね。この3匹が揃うのが、まあもともとおとなしいんですけど、あ、メスですね。サビ猫さんですかね。おしっこうんちは？あ、下痢はしてないですね。おしっこもしてます？してます。あるあら、せっかく気持ちよく寝てますけど、ちょっと外へ私は行きますよ。出ませんよ。今ちょっと待っててね。
なぎ買いようね。よいしょ、だいぶいないね、ニャンコは。つなぎがあるからね。20。はい。いいの、今飲んだから。いいの。お嬢も食欲は出てきましたね。まあ、一緒に食べるのはいいことだと思います。まあ、風邪ではないので一緒に食べても問題はないと思いますね。やっぱりみんなと一緒に食べるのがいいこと、なんか別々がいいこと、ちょっと個性が分かれてきてるような気がします。ミキちゃん、プンちゃん、ヘンちゃんが、まあ、一緒より個別に食べた方がいいみたいな感じですね。よく食べます。ちょっと気をつけてご飯をあげていってます。なのでですね、ママさん、保育所の運動会で早めにもう上がって午前中で終わってですね、向こうがお尻、そう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 、ワンオペのはずがワンオペじゃなくなりましたね。そう、はい、まあだけど、まあ、ちょっとワンオペでまた撮ってみようと思います。もう嫌だって本人が言うのです。お昼食べるの初めてかな。
食べないな、お昼。なんでお昼食べないの。ももちゃんにちょっとあげてみて。なんでお昼食べないかな。お腹いっぱいなのかな。ももちゃん食べませんよね。いや、うる。なんだよ、貴様ら。本当に。いいの。いや、朝しか食べないんだな。夜も食べてる。あ、夜も食べたのね。はい、またワンオペです。ママさんいますけど、ちょっと。オペの練習をちょっとしとこうと思います。おー、すごいじゃん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 。あと少しだね、だいぶ落ち着いてきたね。いいよ。気まぐれで皆さんも困っちゃうね。ママさんが飲ましてくれております。ちょっとダメです。なんかもう手間か、余計手間かかるな。具合だいぶ元気ですね。熱、解熱剤を打ってもらったので、うん、ちょっとやっぱり痩せましたね、ここちょっとね。そんなに太ってる方じゃなかったですけど、ね、でもカリカリ食べるの、カリ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 食べるの、カリカリ。もうちょっといきなりなんか30ぐらい飲んだ後になんかいきなりなんか食べ始めましたね。すごいすごい、ももちゃんも離乳するかも。そりゃそうね、500超えてんだからね。ももちゃんのお尻かわいいね、ももちゃんね。なんかももちゃん漫画みたいな、ももちゃん。Thank you.